実は何にもしていないって言っても過言ではないでも代表格になっているのが新選組の面々だったりとかするわけですねドドンここに多分出てるんじゃないですかね僕が土方さん好きだから土方さんが死んでしまえば幕末なんて終わりなんだよと幕末のいう時代なんでそのきっかけがペリー,ーなんですあ、あやばいやばい、やや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 やばば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 ばいやばいやばいやばいいいいいい皆さんどうもこんにちは三原一茶と申します。 イチペデへようこそお越しくださいましたこの番組では歴史を通じて皆さんといろいろなことを楽しんでいきたいとそう考えて番組を作っております、えー、どうぞ最後までお付き合いくださればと思いますよろしくお願いいたしますさて本日この動画では幕末養護集と題しまして、えー、幕末と言われている期間でこの単語これもしくは単語とは言わずこれなんじゃいと いや、よくわかんないんだよなと。なんか人気だし、触れてみたいんだけど、うんなんか、小難しいことがいっぱいあるなって思ってる人のために、まあ、ちょっとね、解説できるものをちょっと解説してみたいかなと思った動画になっております。まあ、勉強できるかっつったらそこまででもないかなって気がしているんですけれども、<laughs> ね、あのー、まあ参考程度に見ていただければ、あのー、十分役に立つと思いますので、どうぞ、お楽しんでいただければと思います。 さて、今日のそのラインナップですけれども、どどんここに多分出てるんじゃないですかね。出てるはい。あの、まず、幕末って何っていうところだと思うんですよ。いや、本当に。ね。まずそこ。それから、金の砂漠、倒幕、そして、尊王上位、えー、維新、死士。 ま、とりあえずこの辺りをちょっと説明させていただければなと思います。あのー、幕末ってなんじゃいと。いや、そらそうだと思うんですよ。だってね、知らないじゃん、そんな単語。幕ってなんだよって思うじゃん。まあ、待はね、なんか何、ラストみたいなね、気持ちにね、感じなんとなくわかる人だったらわかると思うんですけど、幕ってなんじゃいまあまあ、あれです。幕府の幕ですよね。えー、まあ、 わかりやすく言えば、幕府が終わる頃のお話が幕末のお話になります。終わる頃どれくらいだから、何度も言ってんじゃん。いつよとで。そういうことだと思うんですよ。聞きたいのは。 幕末って、どこからどこまでを指すかっていうのは、まあ、正直諸説あります。えー、諸説あるっていうのが、ま、よくね、この歴史系の中では、ま、上ト区というか、みんな諸説ある諸説あるで済ませるところが結構あるんですけれども、正直諸説あります。ただし、始まりはみんな大体ここだ。えー、1853年のペリー来航、黒船来航ですね。ここがスタートだというふうに決めてる人が 多いです。終わりが結構バラバラしているんですよ。僕は、えー、その中でも、えー、1869年、えー、函箱館戦争ですね。ま、あれです。<laughs> 僕が土方さん好きだから、土方さんが死んでしまえば幕末なんて終わりなんだよと、そういう気持ちになっているところを否定はしませんが、その、箱、えー、館戦争をもって幕末を終わりと考えて僕はいます。 これを、えー、そのもうちょっと前の江戸城開城であったりだとか、大政奉還のタイミングであったり、あるいはその先の、えー、なんだっけな、71年とか72年ぐらいまで、えー、引っ張って、その条例とかですね、そういったものの合わせた考えの中でそこまで幕末だよと考えていらっしゃる方もいらっしゃいます。それは、あの、 学説であったり、その考え方の差なので、全然どこでも構いません。あの、皆さんが、まあ、覚えておくといいよというか、僕がこれお伝えしたいのは、ざっくり、1853年から1870年ぐらいまでの、その、15、六6年。16年、16、17年。まあ、それぐらいですね。20年ないぐらい。それぐらいの時間を幕末と指すんだよと。それをまず覚えていただきたいんです。たかだか20年未満のその時間帯。これが、 幕末。その時代にギュッと詰まっている面白さをみんなでシェアしていこうぜってことですね。はい。この1853年ペリー来航、この年に <laughs>、高ふ講談長みたいになっちゃいましたけど、この年に、いわゆる有名な、幕末の有名な人たちが一体何歳だったかという話をちょっとさせてください。まず、西郷隆盛。この人実はね、お兄ちゃんなんですよ。 この、いわゆるその、幕末有名人ってその中でも、お兄ちゃんなんです。彼は25歳です。ああ、結構いい年ですよ。その、当時、元服、大人だねって扱われるのが14、15歳ですから、もう結構いい大人です。彼は25歳。最後の弟分の大久保利道ですね。それから、えー、長州藩のその、なんていうんですか、思想的なリーダーと言いますか。その、吉田松陰大久保さんと吉田松陰は実は同い年で、この当時23歳です。 はい、で維新の三欠西郷、えー、大久保ときたらもう一人桂小五郎木戸恒院ですね木戸孝吉木戸さん木戸恒員はこの頃まだ若干20歳でございます今ここで名前が出てこない人たちは軒並み10代です。えー、土方さんあ近藤さんが19土方さん18坂本龍馬が17、えー、高杉晋作に至ってはこの頃まだ14歳ですね。なのでこのでこ なんていうんですか、その、獅子活動。まあ、後で獅子って何かって説明しますけど、獅子活動を、このペリー以降活動している人というのは、実に来歴が古いっていうことで、それだけで尊敬されたりしています。そして、最後高森、最後吉之助はその中の一人なので、まあ、あのー、すごく、そういう意味で大先輩、年っていうことだけじゃなくて、大先輩として扱われるわけですね。はい。さらに言うと、今。 僕今この10代のダラダラって出てきた人たちみんな40になる前にお亡くなりになります明治維新の日の目を見ずにこの幕末の動乱の中で斬首されたたたりりり病死したり戦死したりしし戦ていきますその10代から30代の青春グラフィティとしての面白さそれが幕末の面白さだと言っても過言ではないと思います。 どういったフィクションであるか、もしくは、小説、えー、歴史書をそのままダイレクトに読む方もいらっしゃるでしょう。そこの面白さは多分そこだと思うんですよね。若さに任せたその決起盛んなそのエネルギー。それが幕末の面白さ、幕末を動かしている原動力だと思いますので、そのあたりを、ああ、若いなって思いながら読んでいただく、見ていただけると、より一層楽しめるんじゃないかなと思います。はい。で、幕末って、いやいやいや、 わかったわかった。それぐらいの時代ね。期間がそれぐらいなんだ。みんなそれぐらいの若いところだったんだね。わかったわかった。で、何が起きたのと。みんなは何をそんなに慌てていたのって。みんな思うと思うんですよ。これは、わからない。ちょっとうまく説明できないなっていう人は、全く恥じる必要はありません。これちゃんと説明できる人なんて、そうそういないと思っています、僕は。今から僕もちゃんと説明できるかって言えば、ちょっと自信がない。まあ、しますけど、ちょっと自信がないぐらい。それぐらい、えー なんていうんですかね、気持ちの問題だったり、えー、いろんな要素が複雑に絡み合って幕末というものを構成していたりとかするので、まあ、全然恥じることはないということだけ先にお伝えしておきます。で、幕末、なんであんなにみんながワキ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 ,ワキワこう湧いて沸騰していたかというと、あのー、国防意識というものが大きいかと僕は考えています。当時の世界情勢、ああ はい、先に言っておきます、えー、この動画今回も前後編に分けます、えー、後編では当時の世界情勢のお話をしていきたいと思いますのでそちらもお楽しみにお待ちくださいはい、一旦戻ります当時の世界情勢的に日本っていう国が危ないぞとピンチだぞということがなんかみんなあれあれあれっていう風に気づき出すんですねそれが幕末っていう時代なんですそのきっかけがペリー来航なんです 開国してください。あの人が来たおかげで、なんだなんだなんだ、なんだなんだ、船が黒いぞ、なんだなんだってなって、あ、やばいやばいやばい,やばい、やばいやばいやばい、あ、やばいやばい、やばいってなったのが、それが幕末です。<laughs> お前今やばいしか言ってないじゃないかと思った人、すいません。でもまあ、でも本当にそうなんですよ。その、当時の日本って、江戸幕府。 ね、徳川政権だったわけですけれども、まあ、一つの国だったじゃないですか。ところが、それぞれの地域に住んでる人、鹿児島の人は鹿児島の人、えー、山口の人は山口の人、それぞれ地元の人っていう意識しかなかったんですね。日本人だっていう意識がなかったんです。これを伝わりますかねえっ、ー、と、 まあ、藩っていうものが、あ当時の人の自覚にあったかなかったか問題っていうのは実はあるんですが、ま、弁義上今、長州藩っていう名前を使います。長州藩の人は、長州藩士、桂小五郎みたいに名乗るわけです。その人は、日本人桂小五郎とは名乗らないんですよ。あくまで自分のその傍聴二州、ね、あの周辺の地元が自分の国、お国だと感じているわけです。当然、意識するのは隣の岩見の国だとか。 のの国だとか、あるいは九州方でえね。今日本のお隣って言ったら例えば韓国だとか中国だとかあるいは海を渡ってアメリカだとかそれがお隣って感覚になると思います皆さんのそのいわば常識という範疇に含まれるんですかねあるいは台湾だとお隣ですよねそういったものになっていくんですが当時の人にはその意識はなかったんです。ところが、 外の世界からそのでっかい黒い船「サスケ花号」に乗ったアメリカのねそのマシュー・カルブレイス,ス・ペリーって人がこうバーって来て「かわいい」こう「てください」って言ってくれたおかげね「やべえぞこれと」と隣のう言葉が通じる隣の人よりももっと大きな隣の何かがこっちに来るぞとそしてどうやら噂に聞くとみんなこの俺たちの近くの,その中国だったり何だったりっていうのをバンバンこう。 軍事力と、それからそれ以外のその、お金の力とかでどんどん征服し出そうとしているぞと。やばいぞと。俺たちのこの国、長州藩なら長州藩だけじゃなくて、長州藩の周り全体を含めたこの地域一体全部が蹂躙されてしまうのではないかという危機意識を持った人たちが活動をし出す。それが幕末という時代になります。その人たちのことを死死。 と呼ぶわけですけれども、この死死っていう言葉を、んまあ、正直ちょっと生臭い言葉なんで、僕実はあんまり好きじゃないんですけど、言葉に対して好きや嫌いやで言ってるのが、まあね、だいぶ、ね、問題があるなと思ってますが、その、在野で政治活動に命をかけて行動している人のことを死死と呼ぶようです。つまり、幕府側の人たち。 当時の政権を担ってる人たちですよね今の内閣の人たちみたいなものですその人たちに関しては「志士」っていう言葉を使わないんですけど彼らだって政治活動に命を懸けてるんですよそれは分かっていただきたいそしてその代表格ただ歴史的に見れば実は何にもしていないって言っても過言ではないでも代表格になっているのが新選組の面々だったりとかするわけですね幕府側の。新選組の面々のことを志士と呼ぶ、えー、ことに抵抗がある。 人がいるのも理解はしますし、当時彼らのことを獅子と呼んでいなかったんだろうなという気もしていますが、ああ、くくり的には、やはり、維新の獅子たちなのではないかなと、僕は個人的には考えています。まあ、その、人と話をするときにね、あの、こんがらがっちゃうんで、別にそういう前提で人と話をしたりはしませんけれども、まあ、政治活動に命をかけて行動している人たちのことを獅子と呼びます。はい。じゃあ、 今出てきました。維新って何だと明治維新。ね、出てきますよね。この幕末が終わるタイミング、それが明治維新です。明治維新の明治。これはあ年号ですよね。明治っていう元号え明治、大正、昭和、平成、そしてえ今の令和につながって参ります。あの、明治時代があるじゃないですか。その前は江戸時代じゃないですか。じゃあ、江戸時代の元号は江戸だったのかって言われると、そんなことはないんですね。<laughs> そりゃそうだよなって思ってて思る人はあのこの時から元号ってコロコロ変えませんよということを決めたので元号がもう天皇一人につき一個っていうのは決まったんで明治っていうのは固定されたんです。で以降その便宜上時代供納していく時に明治時代は明治時代ってつけましょうということになるんですね。じゃあ江戸時代以降以前は何だったのかっていうとその政権があった土地の名前をつけてるんです。 なので、江戸時代の次は東京時代になるんですけど、東京時代以降ずっと東京時代になっちゃうので、分かんなくなっちゃうじゃないですか。なので、明治時代、大正時代、昭和時代っていうふうに分けていきます。まあ、もちろんね、細かい雲はどんどん入っていきますけれども。はい、で、維新です。明治維新の維新。これは、これを新たにすと読みます。<laughs> 読み方言われてもね、困っちゃうけどね。あの、えっ、ー、とですね、この獅子もそうなんですけど、獅子も維新も 中国の古典漢石からえすあのー、耳ざとい人あのー、あの方が多いな。言語自体も中国のその古典・漢籍から取ったんだよっていう話令和の言語を決める時にちょっと話題になったので聞いたことがあるよってい人いるかもしれません。日本においてやっぱりその 一番最初にお手本にした国が中国だったもんですから、その古典、漢籍からいろんなものをこう吸収して言葉にしろ何にしろ。この維新も志士も両方ともそれになります。特に、えー、両方とも儒教の儒学の指教だったり論語だったり、そこから取っているものになりますね。で、維新これを新たにする。まあいわゆる革命っていう言葉と、まあまあ同じです。まあ、革命っていう言葉自体の意味もちょっとあるので、 全くのイコールだっていうのはちょっと言いませんけれども、まあ、でも、理解としてはそれと一緒だなと思っていただいて構いません、えー。政治形態を新しくすることだと思うのが一番良いのではないでしょうか。維新というのはそういう意味になります。そして、おそらく、幕末とかを理解していく上で一番わからない言葉、それが尊皇上位だと思うんですね。 あのー、尊皇上位。えー、尊皇上位っていう言葉と、えー、金のそれから、えー、砂漠、倒幕。このあたり、大体同じグループです。大体同じグループなんですけど、えー、っとですね、何がめんどくさいかというと、例えば、幕府側の人、薩摩側の人、 こう、敵対しています。まあ、実際には摩が幕府側についたたとかいろいろあったんですけど、まあ、いいです、便宜上。敵対していますっていう構図ができます。この時に、じゃあ、こっちは砂漠側ですね。こっちは尊王側ですね。って、単純には分けられないんですよ。そういうのが面倒くさいんだよね。なぜかというと、まず、尊王上位という言葉。これは、当時の、えー、いわゆるその、お勉強とかをしているお侍さん階級にとっては、 常識でした。みんな尊能だし、みんな上位思想を持っているというのが常識でした。そうじゃないやつはめっちゃ異端児だったので。なので、あの、そこで何かを区分けする言葉じゃないんですね。まず尊能というのがばーっと大きくあります。そして、その中で、幕府を助けて尊能上位を果たそう。それが砂漠派です。幕府に頼らずに、 尊能上位を果たそうというのが、それ以外になります。で、勤能っていう言葉があるんですが、勤能と尊能っていう言葉はほぼほぼイコールです。あの、便宜上を分けて使ったり、その尊能っていうのは思想のことで、勤能っていうのはそれを活動とか行動していることだっていう人も、まあいなくはないですけど、うん、わかりやすいですけど、それが正しいというわけではないので、今ちょっとそれは置いておきます。まあ、ほぼほぼイコールだということだけ覚えておいてください。これでさ、 あの、わかりづらいというかさ、めんどくさいのがさ、砂漠派っていうのは、砂漠派ってこう、パッて一言で言えるのに、それ以外の人たちは、その、勤労の志士っていうと、いや、だからこっちも勤労なんだよってなって、わ、うん、かりづらいなってなるのが、この説明するときにどうしようかなってずっと悩んでることなんですよ。で、えっ、ー、と、ここに出てくる倒幕っていう言葉がありますよね。これ、砂漠派の反対は、実は倒幕派なんです。 砂漠の反対語は倒幕なんです。ところが、倒幕っていう考え方が出るのは、この幕末、そのさっき言った16年、17年の中の、かなり後半なんですね。かなりお尻の方になって、ようやく、だったら幕府を倒さなきゃダメだと。この上位っていうものをするには、幕府を倒さなきゃダメだって、最終的な結論で出てきたのが倒幕なんです。それまでは別に、みんな幕府を倒そうとまでは思ってないんですよ。幕府の組織の中に入って、 で上位を果たそうとか幕府にこういった形で働きかけて上位をやらせようとかそういった気持ちでみんな動いてるんですけどいやもうそんなこと言える場合じゃないとにかく倒さなきゃダメなんだっていうのが高幕派になります。でじゃあ今ずっと話題にしていた上位とは何かっていうところでこの動画を終わりにしたいと思うんですが上位これは、えー、上という字これは手編もついていますけれども、えー、打ち払うという意味です。いこれは えー、言い方があれなんですが、えー、まあ、海外っていうと、一番にありかなという気はします。えっ、ー、と、もっと、あの、万族とか、あ、異国の人というか、その、自分たちとは違う民族みたいな意味合いが結構強い。まあ、どっちかというと差別的な意味が強い。 単語なんですけれども、いっていう字。あの、大きな弓を構えている人って書いて、まあ、いっていう字になりますけれども、この人、人じゃねえや。<laughs> 上位、その異民族を打ち払う。それが上位という言葉になります。つまり、 先ほど言いました、その国防意識っていう話をしましたけれども、周りから攻められて日本という国が何か危ないことになっちゃうぞ。それに対して、それを跳ねのけなきゃダメだ。みんなでそれをやろう。そのためには、尊能という思想が一番みんなが共有できるから、それを元にしよう。それが尊能攘夷という言葉になっていきます。あのー、流行ってたんですよ。 その幕末のちょっと前に出た本でこういう思想があるよって出てでそこにタイミングよく国の危機が来たもんだからうまいことことれが使えるっっっっててな流行っちゃったんですよねだからみんな「そんな上位だそんな上位だ」って言ってるんですけどいやじゃあ上位ってどういう形でするのが正解とか。 何をすれば上位になるのとか、いや、そもそも上位自体どうなのみたいなことでみんなが揉めていくんですね。それがざっくり言うと幕末のみんなのその、ワイワイキャーキャー騒いでるな話の中身になります。で、まあ、当然その、権力争いだとかもそこに絡んできたり、あいつのこと気に入らないからみたいなことが絡んできたり、いろいろがあって、まあ、事件、事故がいろいろ起きてはいくんですが、大まかにはそういったことになっていきます。はい。 えっと、用語解説というか、まあ、なんとなく、その、こういった意味のものがありましたよというお話を今日はさせていただきました。うーんなかなか今の僕たちから見ると分かりづらい考え方だったりとかするものが多いので、ちょっとまだ、うーんってなる方はいらっしゃるかもしれませんが、あのー、また、イキペディアで、その、幕末のもの、あるいは、新選組のことを扱っていくときに、ここら辺の話、またちょいちょい、あのー、かいつまで説明していくと思います。なので、長い目で、まあでも、これぐらいだ のことなのかなぐらいにふんわり思っていただければ今日はもう満点だと思いますはい本日は幕末の用語集ということを題しましていろいろな単語の説明をさせていただきましたざっくり理解していただければ幸いでございますそれでは次の動画でお会いしましょうさようなら